ライフナビゲーターの桑田和子です。今週もまたやっていこうと思います。このコーナーです。新日本を一緒に読もう、安宅和人さんの新日本というこの本を、一緒に読んでいきましょうということで、月曜日、水曜日、金曜日のお昼休みに少しずつ解説というかね、感想とかお話ししていこうと思います。今回は第1章の、3番目のところです。前回ですね、データ ×AI で、いろんなものが何でしょうね、指数関数的にこう徐々に徐々に変化していくっていうんじゃなくて、もうすごい勢いで変化してますよっていうようなお話をしたんですけれども、でその具体例としていろんなものがありますよっていうことがここに書かれていました。で今回はですね、3番目、不連続な変化はデータ ×AI だけではないというところをお話ししようと思います。そのデータ ×AI でもう本当に不連続なすごい勢いの変化が起こってるんですが、もうその変化っていうのはこのデータ ×AI だけじゃなくて、ここで3つ書かれてるんですけれども、1つ目に例としてあるのが、機械って私たちのイメージの中で、なんか部品を組み合わせて鉄とかね、プラスチックとか、わかんない 3D プリンターとかで作るみたいなイメージがあるんですけれども、なんかね、もう分子って小さい分子ですね、分子をデザインして機械を作るっていう、そういう時代になってるっていうことなんですね。で2016年にノーベル化学賞を取ったのが、その分子レベル、分子マシンの設計と合成というタイトルでノーベル賞を取ったっていう人の紹介が書かれてるんですが、もちろんそれだけ小さいので、エンジンとかモーターで動くんじゃないんですよね。電荷の違いとか、そういう科学的なエネルギーで動くっていうことが書かれていて、ノーベル賞を受賞したのが2016年だから、その10年から15年前からももちろん研究が行われていてですね、もう実際に実用化されているんですね、それがいろいろな面で。で私これ今日朝、ちょっとなんか調べてたら、分子マシンって何よってなんか調べてたら、あれ私もしかしてこれなんかで勉強したことあるかもと思って、実はですね、大阪大学の近くに住んでおりましてですね、去年と一昨年それぞれ半年ずつ、月に1回なんですけれども、サイエンスナイトっていう大阪大学の大学院理学研究科の公開講座に行ってたんですね。で、今年も行こうと思ってたら、このコロナの騒ぎで、全部休校になってしまったんですけれども、その昨年の一番最後ですね、一番最後に超分子ポリマーで物質と生命の間ということで、高分子科学専攻の原田明名誉教授さんから講義を受けてました。なんかこれ今レジュメがあったんですけど、で見てたらここにしっかりとこうですね、ノーベル化学賞2016年分子マシンのしっかり勉強してましたね。もうすっかり忘れてました。はい、っていうかなんかね、やっぱりこうそれぞれの専門分野でこの聞くんですけど、やっぱりすごい専門分野なので、特にこの回とか私なんかも何言われてるのか、本当に科学式とかも、そんなに科学式出てこないんだけれども、やっぱりなんかやわけわかんないけどなんかすごいらしいみたいな、そういう印象だったんですよね。でその分子と分子の組み合わせでなんかいろいろね、こういう形で組み合わせていったりとか、これでこうスイッチがオンとオフのスイッチが作れるとか、いろんなものがあったようです。多分さっきこの何枚かあるレジュメを見返してたんですけど、見返してもよくわかんないよくわかんないけど、でもいろんなものに使われているようです。この分、こういう分子を使ったものはその分子マシンだけじゃなくて、他にもここではその生命と物質の違いは何かみたいなところで、
そのこうどん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 細かくしていって、分子レベルで分子が勝手にこうくっついたり離れたりとか、こう形を作って、それこそマシンみたいになるっていうのが、生命なのかそうじゃないのかって、非常にそのあたりが曖昧な感じで、それを使っていろんなものに応用されているようですね。その自己修復材料、自己修復する分子設計とかね、そうするとそれがまたいろんなものに使えていくということで、なんか分子プラス分子は夢素材なのだみたいな感じの新聞記事もあったり、これでも2013年2月の朝日新聞の記事ですね。もうそういうことで、私たちが知らないところでですね、実際にもういろんなものに応用されているということなんですね。まあ、そういう機械っていうのは大きなものだけじゃなくても、分子レベルで作られるようになって、そうするとそのものすごく小さいから、あれですよね、あの体内に、もうすごい大昔の映画でありましたけど、ミクロの結晶圏だったっけ、体内に入っていくみたいな、体内でいろいろ働くことができるようなものにもね、確か応用されてたんじゃないかと思います。で、2つ目ですね。2つ目は、デザイナーベイビーの誕生ということで、これは一時期すごく話題になりましたね。なんていうのか、遺伝子を改変した肺から本物の赤ちゃんが誕生したっていう、もう遺伝子を操作してデザインした赤ちゃんを誕生させることができる、本物の人間を誕生させることができるというので、これは倫理的にどうなんだっていうので、ちょっと話題に確かなっていたと思うんですけれども、2018年の11月だから今から約2年前ぐらいですよね、に中国で、まあ、そういう実際に成功しましたっていうような発表がありました。まあ、人間すらデザイン可能になっていって、こういう遺伝子を持った、こういう DNA を持った人間を誕生させようっていうこともまあ、できるということですよね。で、DNA の二重らせんが発見というか、構造が発見されたのが1953年で、なんかそのずっと見ていくと、まあ、4つの塩基ですよね。4つの塩基の組み合わせだから、本質的に、まあ、ここに書いてあるのは、我々地球上の生命体は本質的に4進法のデジタル情報に基づいていると、どん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 こう細かいところを見ていくとですね、人間も何だろう、他の生命も、なんかそういう4進法のデジタル情報に基づいて、まあ、作り上げられているということなんですよね。まあ、ただまあそれがあのゲノムとかってものすごい膨大な量で、遺伝情報がとにかく重い、ここに書いてあるのは、人間の DNA で1ゲノムあたり約30億塩基対、30億の塩基の、まあ、対になっている、二重らせんですから対になっているということで、まあ、ですからもうそういう真核生物におけるゲノム DNA の編集は簡単ではなかったわけですね。ただこのデータサイエンスの、そのビッグデータを扱えるという状態になっている時に、まあ、同時にそういうものを改変していくことが、なんか革新的に進んでいるっていうのが、まあ、実に感慨深いというふうに安宅さんは書かれています。で、3つ目がですね、地政学的な重心のシフトということで、まあ、この本書かれたのが2019年の終わり、秋ぐらいに執筆されていたということで、この2020年の1月からもうすごくこの新型コロナウイルスが感染拡大することで、ものすごいいろんなものが変化してるんですけれども、まあ、その前の段階で書かれているものなんですね。で、昔々古代とかってやっぱりインド文明だったり、中国の文明とかね、四大文明みたいなところから始まってですね、中国とかインドとか、そこは非常に栄えていたわけですよね、地球規模で見た時に。で、それが産業革命の頃ですかね、あのインドに関して言えば、まあ、どんどんあの、東インド会社1600年に
イギリスで作られて、大航海時代っていうのが始まって、まあ、その前からですけど、オランダとかフランスとかもいろんなところがこう世界に向けて出ていって、まあ、商売を始めるわけですよね。でイギリスで産業革命が始まって、18世紀後半ぐらいからだんだんその交易をしていたところももっともっとということで、どんどんこうインドが植民地化されていくわけですよね。で1877年にインド帝国、それまであった何だっけ、なんとか見てこんな歴史図録ヒストリカっていうので、私はよくこれで確認をするんですけれども、そうですね、インドの植民地化の進展っていうのが、ムガル帝国っていうのがあったのが、どんどんこう、追いやられていってですね、プラッシーの戦いとか、なんか世界史でやりましたよね。そういうのでこうどんどん追いやられていって、最終的に、インド帝国が成立したのが1877年で、ここはもう、女王陛下のビクトリア女王陛下の帝国、インドっていうふうになるわけですよね、支配下になるということ。こういうの見てるとね、イギリスってか結構えぐいことを世界各地でやってますよ。それで、インドはそういうふうになったと。で、あと中国の方ですよね。中国の方はアヘン戦争というのがありまして、これ前々イギリスがやってるんですが、アヘンをね、どんどんこう、アヘンってあの麻薬ですよ。なんか昔の中国の時代劇みたいなのを見ると、その清朝の終わりの頃が舞台のやつとか、みんなこんなんでなんかアヘンを吸ってフラフラになって、もう働かねえみたいになってたりとかするのがあって、もうそれが非常に清の王朝の中では大問題になっていて、でそれをアヘン禁止にしようとした人がいたわけですよ。中国の中にいたんですね。でもそんなことをされたら商売上がったりになるわけじゃないですか、イギリスとしては。それで、それを、ね、止めようとして、儲からないからダメとかっていうのはちょっとやっぱり言いにくいので、自由貿易、貿易の自由を、自由の権利をっていうふうに、イギリス側は言って、アヘン戦争が始まってですね、結果的に清朝は負けるんですよね。でそっからすごいアヘンがね、ものすごい入っていって、結局清の国っていうのは、最終的にどんどんダメになって滅びていくわけなんですけれども、それだけの理由じゃないですけどね、そんなこんなで、インドの方も、力がなくなり、中国清朝も、力がなくなりっていうことで、そこからの200年ぐらいっていうのはヨーロッパとかアメリカとか、そういった国々が非常に力を持って、行ったわけですね。でところがですね、ここ何20年ぐらいかな、ここ10年20年ぐらいかな、もうどんどん、中国の発展もすごかったじゃないですか。中国も発展していって、インドもどんどん発展していって、でこれでなんかで EU とかだんだんこう経済力なくなっていったり、イギリスもブレグジットしましたけれども、そんな風になって、ガタガタしてる間に、中国とかインドとか、そこがもう力をつけていくということで、ここに書かれているのは、そういう、地政学的にアジアが優位な、なんていうか、アジアが中国とかインドがどんどん発展していって、今後、やっぱり人口的にもですね、2027年、これ去年の国連の予測なんですけど、2027年頃にはインドが人口世界1位になるということなんですね。そういうふうに予想されています。で2030年にはインドが15億364万人、で中国が14億6434万人、でアメリカが3億4000、だいたい3億5000万人ぐらい。で日本は1億1662万人。もうなんかインドと中国が桁違いですよね。3位のアメリカを大きく引き離してものすごい人口になるということで、その2030年って今から10年後ですけど、日本はね
人口も減少に入っていて、なんとこの2030年の予想では3分の1が65歳以上、3分の1が老人というのかね、高齢者になっているという予測なんですね。そういう、まあ、日本は人口も減っていくし高齢化が進んでいく中で、世界の地政学的な力もどんどん変わっていって、重心がこう変わっていって、これからアジアにすごく優位性が出てくるんじゃないかと、まあ、ここには書かれていて、まあ、そんな時に日本というのはそういうアジアの中一員で、近くにそういう国があるということを、まあ、優位に使っていけるんじゃないかというふうに書かれていますね。まあ、日本にとって、なんかすごいチャンスであると。で、日本は現在米中に次ぐ3位の経済規模を誇る大国であり、現在トップの米国の強い同盟国であり、なおかつこれからトップに立つ中国の隣という、これ以上なく地政学的に有利な状況にいるからだというふうに書かれていますが、これがちょっと本当こう今後5年ぐらい見ていかないと、中国どうなっていくかわからない状況になってきています。EU 諸国とかは結構、まあ、中国とうまくやっていきましょうっていうような状態だったんですが、まあアメリカはもうずっとね、一貫して議会も大統領も一貫して排除していくっていう方向ね、電波じゃない、なんかサイバー的な覇権を取られてはいけないから、まあその何でしょうね、農産物とかその輸出に関しては、まあ、いろいろディールをしながら、まあ、そこそこ取引をして、まあ、うまくやりながら、サイバー関係とかね、5G とかそっちの方はもう絶対に取られないぞと、覇権も取られないぞっていうのをまあ決めて、特に2018年の後半ぐらいから大きくそれを打ち出してやってきてるんですが、この本当新型コロナウイルスの拡大が、そもそももともとそんなに早めにこうちゃんと出してくれていたら、そんこんなに広がらなかったんじゃないかというね、アメリカだけじゃなくてヨーロッパとか他の国もね、ブラジルとかももう相当犠牲者が出てるので、結構こうなんかっていうのかな、世論的にもそうですし、なんかだいぶ去年までとは雰囲気が変わってきてるんじゃないかなと思います。新日本とはちょっと別なんですけれども、昨日ブログに書いたりフェイスブックにも書いてたんですが、米中の冷戦じゃないんですよ。もう今、昔ありましたね、米ソの冷戦ってありましたけど、そんな簡単な、ものじゃないんですね。なんかもう本当に入り組んであっちこっちでもうなんかいろんな思惑があってカオスになってきているという、もう戦国時代みたいになってきているので、まあ、そんな中で、アメリカが守ってくれるから大丈夫だなんて思っていたら多分お間違いなので、日本は日本でしっかりどんな戦略を取っていくのかとかを考えていかないといけないし、それは政府に任せとけば大丈夫とかは、まあ、ありえないし、政治家が何とかしてくれるじゃなくて、なんていうのかな、こう一人一人がね、ある程度知識を、そのいろんな状態になってますよっていうことをある程度見る目を持った人たちが何パーセントかできることによって、まあ、大きく働きかけができるんじゃないかなと思っています。まあ、そういうのもあって私はこれを皆さん一緒に読みましょうって言っていたりとか、まあいろんなところでちょこちょこ発信をしています。特に本当にニュースとか新聞とか、その新聞とかニュースを見ていない、テレビとか見ない人も SNS で流ってきているニュース記事にバッと反応してしまうとかがあるので、なんかえって思ってもそこですぐ反応して、リツイートしたりとかなんかしないで、本当かな、その裏でこれを発言している人はどんな意図があるのかなっていうのを考えていただけるといいかと思います。はい、なんかちょっと待ってくださいね、一応コメントがないか確認をさせてもらいます。
はい、いや森本さんありがとうございます。この本とても面白いですね。読みましたが、世界の中での日本、そしてそこから今やるべきことと目指すべきことがデータ等から考えるという視点面白いです。そうですね、本当は高さんはもうね、いろんなことに詳しいんですよね。いろんなことに詳しいし、あちこち政府関係とかにも入ってレクスされてたりとかするので、いろんあのデータからしっかり考えるというのと、全体を、さまざまな方面から全体を見てこれからどういうふうにしていくか、そして、まあ、ポジティブな未来を作っていくには、あの大丈夫って雰囲気で言ってるんじゃなくて、どうしたらそのポジティブな未来を作り出せるかという視点でね、考えてらっしゃるので、とてもおすすめですね。めぐみさんまだ悩み中ね、なかなか分厚いんでね、あのさっと読める人はさっと読めるけど、なかなか苦手とか、データとか、カタカナが苦手っていう人は苦手みたいです。ミクロの形式券懐かしい。なんかありましたよね。私も本当、自分がこれ、去年、勉強って言っても1時間半程度の講義を受けただけですけど、なんか記憶のどっかに引っかかってたのと似てるなと思ったら、やっぱりそうでした。多分今いろいろこうワクチンとかなんかね、研究されてると思うんですけど、そういうのにもいろいろなんか関係してるんじゃないかなと思ってます。その辺詳しくないからよくわかんないけど、はい、はい、ではということで今日はこれで終わります。